はい、さて今回はオクターブキー完全マスター講座3ということでお送りしたいと思います。サックスのミキです。前々回と、オクターブキーですね。このオクターブキーのね、押さえ方、詳しくね、やっておりますけど、いかがでしょうか？しっかりできるようになってますでしょうかね。ご意見いろいろいただいてますけれども、また何か感想とかあれば、どんどんコメント欄に書き込んでいただけたら幸いです。このチャンネルはサックス本気で上手くなりたい人のために様々な情報を発信しています。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。はい、それでは本題入りたいと思いますけれども、今回はですね、さらに応用的な練習パターンを紹介したいと思います。こちらに書いてる通りなんですけれども、1番はですね、前も動画で紹介した練習のパターンです。これはデイブ・リーブマンの教則本にも載ってるんですけれども、すごく有効なやり方。で、2番はですね、これちょこちょこですね、いろんなエチュードとかで出てくるやり方なんですけれども、1オクターブ以上のインターバルを取って、跳躍の練習していくみたいな感じですね。で、そのスタートの音をオクターブ上の音域にして、1オクターブ以上離れてますから、オクターブキーを押して離したりみたいなのをやっていくってことです。結構ね、正直難しいかもしれないですけれども、根気よく練習してもらったらいいかなと思います。それではですね、1番からやってみたいと思います。で、この時はですね、できたらドローン使った方がいいかなと思います。アルトの C 音ですから、コンサートの E フラット音になります。今ですね、コンサート E フラットの音を鳴らしてます。アルトサックスの銅の音ですね。これをドローンで鳴らしておいて、じゃあ1番吹いてみたいと思います。もう一回吹きます。じゃあ2番やってみますけれども。もう一回いきます。はい。こんな感じになります。聞いての通りですね、結構音が飛びますよね。で、オクターブキーもですね、頻繁に押さえたら離したりってなります。ここでのポイントですけれども、やっぱり音程ですね。ドローン使おうって書いてる時点でもう音程注意ってことです。音程が意識できてないと、やっぱり吹き方をですね、前回の動画でも言いましたけれども、オクターブ上になると口をギューって噛みすぎたり、喉を締めすぎたりね、力が入りすぎて、で、オクターブ下の音域になると、逆に油断して口を緩めて出したりとかですね、吹き方の差がね、つきすぎるんですよ。で、そうじゃなくて、オクターブ上の音域も、オクターブ下の音域も、どっちも出る吹き方を探していくように練習すると、だんだん出るようになると思います。で、それに伴って、オクターブキーの押し方もね、数稽古することになるので、上達していくと思います。あとはですね、2番に関しては逆転してもいいですね。ちょっとやってみると。こういう感じですね。ドレ、ドミ、ドファ、ドソみたいなやつを、ドはオクターブ下で、低いドでやって、で、レミ、ファ、ソ、ラ、シ、ドをオクターブ上でやるみたいな、感じですね。ピボットですね。下の低い音を経由しながら、ドレミ、ファ、ソ、ラ、シ、ド吹いていくみたいな感じですね。こういう跳躍練習すると、オクターブキーの押し方、あと吹き方、上達すると思います。もう何度も言ってますけれども、オクターブキーの押し方と吹き方はワンセットですから、そこはね、切り離さずに考えるようにしてください。はい。そんな感じですかね。オクターブキーに関しては、これでひとまず、締めくくりたいと思います。またいい練習方法とかですね、思いついたら紹介したいと思います。じゃあですね、次回はですね、また他のですね、よくある苦手フィンガリングがありますので、それをですね、じっくり取り組んでいきたいと思います。それでは、この動画が良かったという方は、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。